5。ゆで卵様よりいただきました。お互いの似顔絵を描いてください。はい、行きましょうか。はい、よし、じゃあもう行きます。はい、あ、これ一緒に描くんですよね。一緒に描きますよ。はい、先ほど写実的なタッチで絵を描いていると伺いましたが、はい、あ、なんか出ちゃったいやこういう顎、まず入れよかった。ここから顔になってた。何から描くの？耳じゃないですよ。ヘッドホンがさっきあったから。あ、今日いい。今日調子いい俺。今日調子いい。横で描くんですね。あ、お、なんか かわいい女の子が。今正面にいるのに横を描かれている。髪描かれてた。髪、ヘッドホン。あ、ちょっと。ここが難しいですね。あ、ノリです。結構でもこの辺までかな。あ、似てきた。いや、なんだろうね。なんだろうね。新聞の4コマみたいになっちゃった。こぼちゃんに。ちょっと似てきた。いや、これはちゃんとイメージが、頭の中のやつで描いてる感じですよ。目の前に。似顔絵じゃなくないですか？あ、でも僕の描いてきた似顔絵史上最もうまいです今日。それ以上前出ると顔を映りますからね、気をつけてください。背とかどんな感じ。今どんなにバラありますね。髪の毛をセンターに入れて小顔に見えるようにしよう。ズボンまで描こう。どうしました？何かありましたか？はい、できました。はい、できました。ラテン語。はい、あ、かわいい。どうですか？じゃあちょっとカメラに向けて長いですね。進めてもらって。はい、じゃあこれはさっきのモノマネをされてた時のオールです。なんか僕頭に生えてました。スタバというかこういうのが見えてました。相当アホっぽかった、ね、素敵な感じの。ありがとうございます。今日はうまくかけた。すごい素敵に描いていただいて。髪の毛もなんか、なんでしょう、もっとあります。前髪は現実の皆さんもっとあります。僕 の技術が足りないせいでこうなってしまいましたが、こういうね、ボブみたいな、素敵な。ちょっとあれか、なんかイヤリング的な。あ、ありがとうございます。全然わかんなくなっちゃった。はい、ありがとうございます。じゃあ似顔絵完成です。完成です。ありがとうございます。